米の価格の代表的な指標である相対取引価格は、JA グループなどの収穫業者が卸売業者に販売する価格のことです。農林水産省が今日発表した2024年3枚の9月の米の相対取引価格は、全銘柄平均で玄米60キログラムあたり22,700円でした。前の年の同じ月と比べ7,409円もプラスとなり。 現行の調査を開始した2006年3以降、2万円を超えたのも初めてで、過去最高だということです。